こんばんは。こんばんは。お話し会終わりました。お話し会終わりました。ねえねえ、いっぱいをさ、情報をまとめて言おうと思ってたのに、まあ、さっき言ってんけど全部言うの忘れててんけど、まず生誕祭グッズが発売になりました。セットでゲットできるのもあれば、ココで一つずつ買うこともできるので、ぜひゲットしてください。そして、夏の福袋の発売が決定いたしました。今発売中です。と浴衣のグッズなので、まあ、すごくレアやし、夏しか発売されないので、これはまとめてでしかないからめっちゃ乾いてるんですけど、よくお財布と相談して、ゲットしたいわって思った方はゲットしてください。そして明日27日の13時までオンラインお話し会の受付がありますおすすめは8月13日のサイン会です。よかったらゲットしてください。あと何買ったかな。そして7月1日に何回だって恋をする公演、ズンクル公演の受付もあります。受付というかの公演がありますので、ぜひゲットしてください。間違えたぜひ来てください。ズンクル公演久々なので緊張するんですけど、すごくズンクル公演が大好きなので、ぜひいけそうって方は応募してみてください。そして7月7日に波動っていうイベントがあるんですけど、なんか海沿いで、実は海沿いであるんですけど、それもぜひ応募してください。で、私にボールください。なんかよく何のことか分からへんくてあれなんですけど、ボールいっぱい受け取ってねって言われたからボールいっぱい受け取ります。あとなんか生配信で無料で見られるのもなんか応援できるらしいので、ぜひいっぱい応援してください。なんか応援するのは何やったっけ、メンバーのことある？なんか配信で応援みたいなやつはないっけ。あんまりルールが分からなくてすみません。なんか応援できる、アプリを取るとポイントで応援できます。7月7日ぜひアプリを取って生配信を見て応援してくださったら嬉しいです。で、会場に来てくださる方はぜひ撮影タイムもあるらしいので、カメラで可愛く撮ってください。あとなんかお知らせ事あったっけ。以上。後ろの髪をくれ、ごめんね、気になるよね。以上かな。ただただお知らせしに来た人、忘れてたと思って配信始めた。で、配信が終わってまあ10分くらいじゃないや、5分くらいここに居座ってたのも今バレた。どういうイベントかはあんまり把握できていないんですけど、
ちゃんとよく見ていきます。私これ何分にさ配信始めた今何分ゴロゴロしてたんやろここで。こんばんは、こんばんは。じゃあ3分くらいしてたんかしすぎしすぎ。じゃあごめんね、これだけこのお知らせをしたかったんです。ありがとう、見てくれて。よかった、どれかよかった、一つでもよかったら応募してみたりゲットしてね。じゃあバイバーイおやすみー。